北野大地は一足早い高崎に合わせてくるボール、そしてそのセカンドボールをいかに拾うかがこの試合を左右すると話をしていました。札幌はご覧のようにキャプテン上里、さらには西島、さらにはゴールの期待が11人散っていったのが水戸ホーリーホック。そして一方の札幌、今ようやくエンジンが止めました。
して空のように晴れ晴れとしたこの表情、選手そしてサポーターたち、この勝利の喜びを共有します。なんとしても勝ちたかった前節。